製品図っていう風な形でいただいたときに、機械では何回打ったらこの形状にできるかという風な形で、こういう風なちょっと六角とかっていう風異形になりますと、タホリ放電機という風な形で、ちょっとそういう電気を使ってのこの形状に合わせていくという風な形になります。図面がないんです。はい、であれば、まあ、これが作りたいという風な形で、行った際には、奥様の方の、ちょっと打たれている、まあ、機械、種類だったりを教えていただき、使っている鋼材の方、線形がじゃあ何本ほどあるのかどうかっていう風な形で、そういうのも事前に聞き取りっていう風な形でさせてもらって、まあ、設計できるかできないかっていう説明の方をさせていただいております。